日のテーマは「貝原」。五穀豊穣を願い、神々への感謝の祈りを込めた舞を、日本の伝統美である鳴子踊りで表現豊かに表現します。演舞の注目ポイントは「貝原」という平安時代初期の歌詞をもとに、新しい旋律と外来の楽器を合わせ、独自の音楽を生み出した作品です。日本の伝統と外来の文化が織りなす百花無双の演舞をお楽しみください。それでは百花無双東京支部の皆さんです。お願いします。ご紹介に預かりました百花無双東京支部と申します。私たち関東を中心に活動しているチームではございますけれども、今回初めてこの栃木県に進出しまして、この宇都宮よさこいも初参加となります。ぜひ皆さんに私たちのことを覚えて帰っていただけたらなと思います。今年の演舞テーマ貝原と申しまして、平安時代に流行った、音楽をテーマとしております。独特の世界観を皆さんにお見せしたいと思います。どうぞ5000円のほどよろしくお願いします。前へ前へ、 Hey, let's go!
願いします。